こんにちは、サードラです。今回はこちらの表位連成において、どの防具を優先して連成するのがおすすめですかって質問いただく機会が多かったので、グレード5から連成できる防具、グレード8から連成できる防具に分けて、どの防具を優先的に連成した方がいいのかっていうのについてお話をさせていただこうかなと思います。 早速本題に入っていくんですがこちらですね本当はこのスキル一覧表とスロットの開放のグレードの一覧表ですねっていうのを作っていますのでまあこれを使ってねお話ししようかなと思ったんですけどもちょっとあまりにもね文字が小さくなりすぎますのでまあ今回はここちらですねまあこの練習おすすめ防具っていうことで2スロット空いている防具とあとグレード5からね練習ができる防具。 あとは、グレード8から連成できる防具みたいな感じでも一覧にね、まとめてきましたので、こちらを使ってお話ししていきます。で、こちらのスキルだったり、スロットの一覧表に関しては、僕のツイッターの方で過去に画像データ投稿していますので、まあ、例えば装備構成考えるときに一覧で見たいとか、まあ、スロットがね、どのグレードで開くかを一覧で確認したいっていう方は、ぜひね、ツイッターの方に投稿している画像データ見ていただきながら、構成をね、考えていただけるといいかなと思います。 早速、こちらの連製おすすめ防具ですね。これを見ながらお話ししていくんですが、まず大前提として、防具をグレード8-1ですね、に上げるのに必要な素材についてなんですけども、レアさんの最終素材っていうのが59個、小型の革が230個、防具精錬材が9個ね、1防具につき要求されます。なので、 ま、あ意識グレード8にするだけでも、精錬剤を45個ですで持っていかれることになりますので、ま、あ1ヶ月半ぐらい分の毎日やった分の精錬剤っていうのが意識でね、持っていかれるんですよ。ま、あなので、例えば、グレード5から錬成可能な防御ですね。ま、あこれちょっとまた後でお話はするんですけども、ま、あ例えば、この飛びかがちの腕とかですね。ま、あ結構意外なんですけど、回避距離レベル2と、ジャスト回避強化のレベル1がついているんですが、これグレード5からね、錬成できたりするんですよ。ま、あ他にも、例えば、両ッシュの腕です。 懲戒シーンを2つつけれるんですけどこれもグレード5からね実は連成できたりとか結構ね見落としがちな部分もあると思いますのでそういったのを把握していただくことによって本当はグレード8までね上げる必要がなかった防具で精錬剤を消費してしまうっていうのをね抑えることもできると思いますので是非最後まで見ていただけると嬉しいですでまず2スロットを開けることができる防具ですねっていうのがこちらに全てまとめてあるんですけども 正直、大前提として、2スロットの防具に連成でね、スキルを2つつけるよりも、もともと優秀な火力スキルとかね、まあ、いいスキルが2つついている防具に、1つだけ連成でスキルを追加してあげた方が、基本的には防具 1V での期待値っていうのは上がってきます。ただ、そんな中でもおすすめな防具っていうのが1つありまして、 こちらのパオルムーの腰ですね。っていうのは、精霊のカゴがレベルについています。なので、まあ、火力構成として使う場合は採用されないと思うんですけども、普段使いですね。まあ、例えば、被弾が多いから精霊のカゴを採用したいとか、そういった方に関しては、ここのパオルムーの腰にさらに精霊のカゴを2つね、足してあげることによって、1防具で精霊のカゴレベル4とかをつけることができますので、まあ、正直2スロット空いている防具に関しては、パオルムーの腰のみおすすめかなと思います。 それ以外の防具に関しては基本的に別の防具をね優先して採用することになりますので、まあ、この中でのおすすめはパオルムーの腰をね優先していただければなっていう感じですねで続きましてグレード5から連成可能な防具についてお話をしていくんですがまず頭防具ですね頭防具は5つありますでまず1つ目がレイギエナの頭ですねこれが精霊の加護が1つと氷属性強化が1つついていますので これも先ほどと同様ですね。氷属性武器を使って精霊の加護を採用したい場合は、まあ一応採用することがあるかなと思います。っていうのと、まあ意外なんですけど、氷属性強化がついているのに、グレード5からね、スロットが空いている防具なんですよ。なので、まあそういった面でね、一応入れてはいます。まあ一応優先度はそんなにね、高くないかなと思います。で、次にディアブロスの頭ですね。こちらもカジバのレベル2っていう火力スキルがね、2つついているんですが、 グレード5から連成可能なので例えば火事場で格上狩り用にね使いたいっていうだけであればわざわざねグレード8に上げなくてもグレード6でね火事場を2つつけてあげればスキル上はね成り立つことができますのでまあ、そういった面でディアブロスの頭もねグレード5から連成ができるっていうのを覚えておいていただけるといいかなと思いますあとはラドバルキンですねこちらに関してはガード性能が必要な武器種に関してはガード性能をね2つつけれるんですがこれもグレード5から連成可能となっていますのでまあ、無理にね8までまあもちろんね防御力上げた方がね ドゴのダメージをカットできるのでいいんですけどまあ練成上はねグレード5からできるようになっていますあとはベリオロスの頭ですねこれは現状片手剣になると思うんですけども傾向を優先して積んでいきたいっていう場合はこれもグレード5からね練成可能なので頭としてはおすすめですねで最後に個人的に頭で一番おすすめなのが旧正月の頭となっていまして これが最近ね、超会心のレベル2をつけることができるので、近接武器とか、あとライト防ンでもね、優先度が高くなってきているんですけども、こちらもグレード5からスキルをつけることができます。なので、まだグレード8の防具作れていない方は、頭はね、旧正月とかはおすすめだと思います。で、続きまして胴体なんですが、胴体はまず、プケプケの胴体ですね。まあ、これがクロディア弓にですね、において、独体性までしっかりこだわるのであれば、胴体をプケプケにして、腰を両レイヤー足とかにしてね、まあ、見切りを採用するみたいな感じ 踊がるもんね。 胴体と入れ替えて使うこととがあると思うんですけどもこちらのプケプケの胴体も実はグレード5から連成ができますまあ、なので弓を使っている方で胴体でね集中をつけたい方はプケプケのね胴体もありだと思いますあとはボルボロスに関しては攻めの姿勢ですねまあ、これも攻めの姿勢が必要な武器種に関しては一応グレード5からね連成ができますで次にレイゲーダの胴体ですねこちらは精霊の加護が2つ風圧体制が1つついていますのでまあ、特に始めたての方ですねまだストーリーをクリアした手で被弾がちょっと多い人とかそういった方に 関しては精霊のカゴ用にね胴体を採用するっていうこともあると思いますので、ま連、あ、成もね早くできるっていうのは大きいと思いますで。次にバフバロの胴体ですね。これは破壊王と SP 強化がついていて、グレード5から連成ができますので、基本的に破壊王を使う相手ってそんなに強くない相手に対して素材量を増やすために使うと思いますので、わ、ま、ざわざね防御力を上げるためにグレード8にする必要性も高くはないと思うんですよね。なので、こちらもグレード6でね連成をしちゃっていいと思います。 であとはツイツイヤックの胴体ですね、まあ、これは今後ねちょっと不具合修正というか毒の修正が入る可能性はあるんですが一応ねツイツイヤックの胴体もグレード5から練成ができるようになっていますで続きまして腕ですね腕に関してはまずガード性能が必要な武器者ボルボロスがおすすめでして次にこちらですね飛びかがちの腕もグレード5から練成が可能となっていますでついているスキルは回避距離アップがねレベルについていますので普段使いで回避距離を盛りたい場合は飛びかがちの腕もおすすめですね で次にパオルムーの腕なんですが、これは SP 加速のレベル2と精霊のカゴが1つついていますので、これも精霊のカゴ用っていう感じにはなってくると思います。で、次にリオレースアッシュの腕ですね。これも最近近接武器で機体値上ね、採用する方が多いと思うんですけども、これも懲戒心が2つついているんですが、グレード5から連成が可能となっています。 であとは攻めの姿勢が必要な場合はバフバロの腕で追突役に関してはさっきと一緒ですね状態以上が欲しい場合は腕もグレード5から連成ができますであとは早技をつけたい場合はオドガロンの腕ですねこちらもグレード5から連成が可能ですで次に腰なんですが腰は独属性強化が欲しい場合は腰あとはディアブロスですねこちらは破壊王になるんですけども破壊王を優先で積みたい場合はディアブロスの腰もねグレード5から連成ができますであとは攻めの姿勢もね武器種によっては必要になると思いますので、まあ、破壊王がねグレード 低い段階で連成できるのはかなりありがたいですね。 で次に、リオレースアッシュの腰でして、これは超会心と SP 力アップがついているんですが、グレード5から連成ができます。だついついやかツイツイカさっきと一緒ですね。で、オドガロンに関しては、見切り位置と SP ゲージ加速のジャスト回避が一つついているので、まあこの2つのねスキルを採用したい場合は上げることができるんですけど、ここはね、ちょっと優先度はそんなに高くないと思います。で続きまして、足なんですが、足は、ディアブロスアッシュの足ですね。これが攻めの姿勢をつけながら火事場もついているので、火事場運用したい場合は、グレード5からね、連成ができます。 で最後にベリオロスの足ですねこれは闇打ちがレベル1回避キャラップもレベル1ついていますので例えば今遠隔マルチですね、まあ、大連続資料でできると思うんですけどそういった時にジンオーガの尻尾を切る場合は回避距離で距離を詰めやすいですしマルチで後ろも取りやすいのでそういった時とかね、まあ、背後の V 破壊をしたい武器種に関してはかなりね相性がいい防具なんですがこれもねグレード5から連成ができますので結構おすすめですねであとはこちらですね今後クシャルダウラが来た時のための風圧対 体制用の防具のっていうのを全部まとめているんですけども、今ね、ねイベントでも来ているリオレンヤーアッシュの腕ですね、これもグレード5から練成ができまして、風圧がレベルに見切りが1つついているので、風圧耐性を練成でつけてあげれば、1防具でね、風圧耐性がレベル3まで上げられます。 あとは、ファウルムーの足も同様ですね。風圧についているので、ま連、あ、成で3まで上げられまして、ファウルムーの頭は風圧耐性が1つ、SP 加速が1つ、あとは、リオレイアーュの頭とレイギーエナの胴体ですね。これも風圧耐性が1つずつついています。で、ここまでの防具に関しては、グレード5からね、連成ができるんですが、レイギーエナの腰だけグレード8からの連成になっていますので、一応、クシャルダオラ対策で、とりあえずね、風圧耐性を詰めるようにしておきたいという場合は、まあ、この辺りのね、防具から選んでいただけるといいのかなとは思います。 っていうのがまずグレード5から練成できる防具の中でまあ性能がいいというかあおすすめできるね防具の一覧になっています、まあ、これに関しては正直使う武器種とかその人のプレイスタイルによって優先度は変わってくると思いますので基本的にはこの中から自分に合うものをね練成するやつを選んでいただけるといいかなと思います で続きましてこちらですねグレード8から連成可能な防具なんですけどもまず頭はプケプケアッシュの頭ですね、まあ、弱点特攻がレベルについていてロック音がついているので近接武器はねかなり採用頻度が高いと思いますあとはアンジャナフの頭は非属性強化がレベル2ディアブロスアッシュの頭は破壊王がレベル2両レースアッシュの頭は集中がレベル2これは弓ですねあとはついつい役で雷属性強化のレベル2 オドガロンで早技のレベル2イビル上で慶応術のレベル2と流属性強化をつけることができますので、まあ、頭防具はこの辺りが、ね、優先かなっていう感じですねただこの防具たちに関してはもちろんなんですがグレード8に、ね、上げる必要があるので1防具につき精錬剤を、ね、9個持っていかれるのは注意かなと思いますで次に胴体ですね胴体はまずプケプケアッシュの胴体ですで、ねまあ、これは創建になってくると思うんですけど強化持続が欲しい場合は優先度が高いですねでパオルムーの胴体はライト防ガン使う方は最優先 になっててきましてリオレインアーシュの胴体に関しては弓ですね使う方は流属性強化と集中がついているので優先度が高いですであとはディアブロスアッシュの胴体ですねこれは逆恨みのレベル2がついていますので武器種によってはね優先度が上がってくると思いますであとはリオレースの胴体ですね これは近接で弱得が2つついていますので、これもね、優先度上がってくると思います。あとは、オドガロンの胴体ですね。これも見切りをレベルにつけることができますので、まあ、これは正直、リオレースの胴体を使うか、オドガロンの胴体を使うかみたいなことになってくると思うんですけども、まあ、この2つはね、改心構成でおすすめですね。であとは、イビルジョーの胴体ですね。これは格上狩りとか75秒ギリギリの戦闘の場合は、まあ、こちらのね、リオレースだったりオドガロンの胴体よりもイビルジョーの胴体の方がね、期待値が上がることがありますので、まあ、胴体のおすすめはこちらですね。 になっていきますで、続きまして腕防具ですね。腕に関しては、ジュラトロスが水属性強化のレベル2、アンジャナフが非属性強化のレベル2をつけることができます。あとは、リオレイヤーが連撃のレベル2とロックオンのレベル1、レイゲーナが装填速度のレベル2をつけれるんですが、これはね、ちょっと現状はリオレース亜種の足をね、採用することが多いので、まあ、わざわざ採用するのは流属性ぐらいにはね、なっていきますね。であとは、ディアブロスの腕がカジバのレベル2と破壊王がつけれまして、 ディアブロス足の腕は逆らみのレベル1と集中1ですね。これはまあ現状はね、ちょっと弓でもあまり使わないんですけど、今後ね、 もし腕で集中をつけたい場合は優先度が上がってくると思いますあとはベリオロスの腕が氷属性強化ジンオウガの腕が雷属性強化で、えー、イビルジ状に関してはフルチャージのレベル2と流属性強化なので、まあ、全体的に火力スキルを、ね、担当するのが腕が多くなっていますので腕の、ね、優先度っていうのはこちらの防具が優先度は高くなってくると思いますで続きまして腰ですね腰はプケプケ足の腰が装填速度のレベル1反動軽減もレベル1つけれますのでライトボーガン使う方は優先度がかなり高いですねあと は飛びかがちの腰で雷属性強化のレベル2リオレンアーシュの腰はミキルのレベル2を付けれましてレイゲーナの腰は氷属性強化のレベル2 リオレースの腰は集中のレベル1と非属性強化になるので、まあ、これもね弓になっていきますねあとはイビル・ジョーが流属性強化のレベル2をつけれますので、まあ、この辺りがグレード8から連成できる防具であれば優先度がね高くなっていきますで最後に足ですね足に関してはドスジャグラスの足が水属性強化のレベル2クルルヤックの足が見切りのレベル2プケプケ足の足が強化持続のレベル1と弱得のレベル1 でジラトロスの足が集中のレベル2なんでこれも弓ですね。あとはリオレイヤーの足が流属性強化レベル1と SP 強化のレベル2。これは流属性のライトとかではね優先度が高くなってきますね。あとはディアブロスの足。あとはリオレイス足の足ですね。これもライトボガンでは優先度がかなり高いです。であとはジンオウガの足が一応連撃と雷属性強化のレベル1なので ままああ連撃が維持でできる雷属性武器とかでは、まあ、採用候補に、ね、入ってくるかなっていう感じですねっていう以上がグレード8から連成できる防具になっていますのでまあ今回ここでご紹介していない、ね、防具に関しては基本的にはね上位互換があったりとかまあ他の装備をね優先することが多いということで弾いていますのでまあこの中からご自身のプレイスタイルに合わせてどの防具をね連成するのかっていうのを決めていただけるといいかなと思いますまあ特にね最初にもお話をさせていただいたんですがグレード5からね連成可能な 防具っっていうののも意外にね結構優秀なやつ多かったりしますのでこれをね知らずにグレード8に上げて精錬剤を無駄にしちゃうとか、まあ、かなりもったいないですし精錬剤に関してはもう次の大型アップデートでもねおそらくかなり消費をすることが考えられますので、まあ、特にねここの精錬剤の温存っていうのは意識しながらどの防具をねグレード8までするのかっていうのは決めていただけるといいかなと思いますご視聴ありがとうございましたこれからも「モンハンナウ」の動画上げていきますのでよろしければチャンネル登録、高評価コメントくださると嬉しいです 拜拜。Bye bye.